初めに編集作業用の新しいシーケンスを作成しますファイルメニューから新規シーケンスと選択あるいはキーボードからコマンドキーと N キーを押しますシーケンス2が作成されます名前をつけておきましょう シーケースアイコンをダブルクリックするとタイムラインとキャンバスにタブが開きますブラウザーに戻ってシーケンスの頭に使用するクリップをビューアにドラッグして開きます再生ボタンをクリック再生中の映像は ファイヤーワイヤーにも出力されていますのでテレビモニターで画像のチェックが行いますビューアーとキャンバスではシャドルコントロールジョグコントロールのほかにスクラバーバーの再生ヘッドをドラッグしてクリップをコントロールすることができますここから使いたいというポイントが決まったらインテンをマークボタンをクリックします ビューアの左上にインテンのアイコンが表示されます。アウト点も設定しましょう。ここでキーボードのシフトキーを押しながら、インテンをマークボタンをクリックすると、再生ヘッドがインテンに戻ります。同様に、 シフトプラスアウト点をマークで再生ヘッドがアウト点まで移動しますポイントが決まったら画面をキャンバスへドラッグしますマウスポインターがキャンバスに入ると編集オーバーレイが現れます上書きのエリアまでドラッグしてドロップするとタイムラインにクリップが配置されます 再生ヘッドはクリップの最後に移動していますズームコントローラーを使って大きく表示するようにしましょう2カット目に使うクリップをダブルクリックしてくださいビューアに表示されます先ほどログと取り込みで使ったキーボードショートカットは ビューアーとキャンバスでも使うことができます。イン・アウト点が決まったら、キャンバスへドラッグします。編集オーバーレイの上書きが赤く囲まれていますね。この位置でドロップしても、タイムラインに上書きすることができます。2カット目が タイムラインに配置されます。キャンバスのどこかをクリックしてください。タイトルバーの色が変わって、ウィンドウがアクティブになります。ホームキーを押して、再生ヘッドをシーケンスの頭に戻します。再生してみましょう。 1>, 1カット目と2カット目が連続して再生されます。シーケンスの再生中は、キャンバスの再生ヘッドとタイムラインの再生ヘッドが同時に移動します。スクラバーバーをクリックしてヘッドを移動させると、タイムラインの再生ヘッドも移動します。 タイムラインのルーラー上をクリックして移動することもできます。今度は、この1カット目と2カット目の間にクリップを挿入します。クリップのイン点・アウト点を設定します。タイムラインで再生ヘッドをドラッグして、カットの編集ポイントに近づけます。 再生ヘッドをつなぎ目に近づけていくと、編集ポイントにスッと吸い付くような動きをします。もしそうならない場合は、タイムライン右上のスナップコントロールをオンにしてください。スナップのオンとオフは、キーボードの N キーでも切り替えることができます。クリップをドラッグして、 編集オーバーレイの挿入エリアにドロップします再生ヘッドを置いたところからクリップが挿入されそれ以降のクリップが後ろに送られます次はスリーポイント編集を使ってクリップを上書きしますキャンバスの次の編集点ボタン あるいは、キーボードの下矢印キーを使って編集ポイントに再生ヘッドを合わせますギャンバスの「インテン」をマークか「i」キーを使ってインテンを設定します今度はインテンが設定されているので再生ヘッドはどこにあっても構いませんクリップをギャンバスにドラッグして上書きにドロップ カットの頭が追加したクリップの長さの分だけ上書きされますこのようにクリップのイン点とアウト点タイムラインのイン点とアウト点のうち3つのポイントを指定するだけで4つ目のポイントこの場合はシーケンスのアウト点を自動的に計算して編集が行われますこれが3ポイント編集と呼ばれるものです